ペースで予約しました。新大阪様、失礼いたしました。この電車は新大阪を出ますと京都なんで新幹線に乗ってきたかというと、前回ですね、大阪駅から滋賀方面に行くときに京都を通るんですけど、京都方面に行く観光客です。抑えるとこもないぐらいめっちゃ混んでて、荷物が多いのと、あと、まあ、時間短縮っていうのもあるし、新幹線でやってきました。早かった。持ち帰りでできます。はい。どれが一番人気ありますか。こちら。あ、看板商品なんですけど。人気でもう一個しかないです。看板商品で。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。電車乗るのが12時なので、あと40分あるから、ちょっと今お昼ご飯食べてしまおうかな。濡れてる。お箸ついてるから。じゃん。このなんか入れもいいな、これ。かわいいな。なんか宝物を開けるみたい。じゃじゃん。ああ。ああ。で、ここになんかいろいろ物語が書いてある。あと20分しか意外と食べる時間がない。いただきます。まあ、残ったら持って行ったらいいしな。いただきます。もち米や。塩はちょっと効いてて美味しいな。カモ、な、カモかな。カモ、もみじって食べれるのかな。ちょっと寄せとこう。カモ食べた。なんか滋賀の味覚、秋の味覚が入ってる感じがいい。この黒豆めっちゃ美味しいんやけど。あ、これなんやろな。楽しみにしとこう。井筒屋。ごちそうさまでした。
激おも今日めっちゃおも激おも。さあさあさあ電車に乗ります。ちょっと肌寒いぐらいの陽気になってます。バス停12時35分に乗ります。ちょっと待たなか。ありがとうございます。キャンプ場の近くにある三島池っていうところが紅葉が綺麗らしくて紅葉を見に来ました。楽しみ。あ、雲で山頂が隠れてる。どこに貼るかめっちゃ悩む。すっかりあの辺の木がなくなってて伊吹山が見えるようになってる。ここにしよう。激重。ああ、半分ぐらいは薪ストーブです。今日のテントはポモリーのテント、使うの2回目。8月ぐらいか、7月かなにも使ったんですけど、久しぶり。you
かっこいい。すごい、秋にぴったりのテント、とんでもなくいる。もう二人余裕。いや、ポモリーさんに、薪ストーブを提供していただきましたので、こちらを使ってですねキャンプをしていきます。チタン製でですね、ポータブル式の折りたたみ薪ストーブになってます。この本体の重さが 5kg ですね。じゃない、ステンレスの薪ストーブよりかは明らかに軽いので、で徒歩キャンプの私も持ってきました。この薪ストーブはこのポータブル式になってて、あんまり日本のですねキャンパーさんがそんなに使ってないタイプの薪ストーブになります。こうこうこう、かっけー。よし、これだ。こうして、よし、わっ、きれい。これを乗せると、こうか、こう、おお、ここを止めて、これが土台。おお、かっこいい。止めれるようになった。このなんか横のサイドテーブルみたいな。で、いけたらテーブルになる。そうか、いけた。こんな感じです。いいね。3時過ぎた。寒。これをセット。サイズなんですけど、横が32センチ、幅が 23.5センチ で、この縦の長さが 27.5センチですね。全体の高さは 42.5センチになります。煙突の直径が6センチになります。今回はですね、徒歩キャンプなので、この9セクション9つに分かれてる煙突は持ってこなかったんですよ。で、まあちょっとポモリーさんに許可を取りまして、ポモリーさんでも売ってるので、この薪式の煙突を持ってきた方が、持ち運びが便利になるかと思います。いや、久しぶりの薪式煙突やな。ここが32センチぐらいしかないんですよ。32センチ。なので薪の長さが30センチぐらいじゃないと入らないので、薪のカットが必要になります。空気口がこことあっちの裏側にもついてます。一旦ここ置いとくか。
こをこのテントポモリーさんのテントなんで、ここを開けるとなんとここに穴開けたら煙突を差し込むことができるんですよ。中に入れる場合はこの台をさらに半分にして使った方がいいですね。もう入り口の近くで使うっていう感じで行きます。今日はモーラーナイフ買いました。シャキン、何やったら 3.2 ミリの厚さがあるやつにしました。パドニングしやすい。あとここでこうシャッ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 ってファイヤースターターができるんですよ。楽しみ。さっき視聴者さんに声をかけていただきまして、ビールをいただきました。乾杯。いや楽しい。かっこいい。この時間で8度は夜もっと下がるかもな。いやーさっき気づいたんですけど、薪割りカットからこの今まで全部スローモーションで撮影されてた。めっちゃショック。薪は気づいてよかったけど結構ショック。さっき準備しよう。こんな感じで豚に野菜を巻いて焼くっていうのをやります。大葉使った前回のなんか餃子に似てるな。今日のメニュー。これでビシッといっちゃいます。早くまたひとつけたい。寒い。お、ちょっと手拭いて巻くと。で、大葉を置いて、この前の餃子にそっくり。これ野菜がなんか落ちてきそうやな。
ここでえのきさんも行くと、やっぱりマクマキする、マキマキマキ。あ、これ意外と太いな。おばさんを置いて置く、置くと巻く、巻き巻き。おお、でかっ。あ、すごい、こんなんなるんや。楽しい。2個目。うわ、おいしそう。絶対おいしい、これ焼いたら。できた。巻きスト始めようか、いよいよ。バカ。わあ、何本か巻き入れといて、じゃん、久しぶりのこのモーラナイフ、このモーラナイフのここで削れる。よし、これはこっちでやろうか。うわ、来た。もうやばい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 、消えた。まあマッチでつけたけど。お腹すいたな。前がこんだけ広いのってめっちゃいい、ほんまに。あったかい。いやー、閉める、かっこいい。開けとこないとね、空気入れとかな。こう、落ちてた。焼けるかな。わあ、めっちゃあったかい。遠赤外線効果。すごい。うわあ、美味しそうな音してる。おお。そういえばここのキャンプ場カメムシ一切いないんですよ。すごいです、すごいです、これは。これはすごいことです。大量に発生したらどうしようかな思ったんやけど、薪があっという間になくなっていく。やば。というかこの薪が結構燃えやすい。大画面。大画面じゃないか。大体もう良さそうやな。ひかび入れてきて、ひからびてきた。ここに寄せられるっていうのがめっちゃ便利。次は、はい、出たー、徳正のカレーうどん。出たーって言われそう。徳正のカレーうどん、ちなみにこれは冷凍バージョンの徳正のカレーうどんです。あ、さっき汁入れなあかんかった。250を入れる、あと100ぐらい、こんなもんかな。はい、あれ入れる、しめじさん、具を足す。じゃあ巻き
こう巻きが入れやすいし面倒見やすいし、あったかいからほんまにじっくり煮込もう。ちょっと冷凍してたからネギがちょっとあれやけど、ドロドロいただきます。うわ美味しそう。じゃくっつけて、うわ美味しそう。餃子のタレなんですけどめっちゃ合う。美味しい、今まで自分でキャンプ飯作った中でベスト3ぐらいの美味しさ、カレーが飛んだ。カレー臭するこれでカレー臭だからめっちゃ時間かけてみる。まだ残ってしまった。ちょっとあったかくなっちゃってるもう一回乾杯今日はまだ濁り酒もあって、なんか外も激寒じゃないからすごい過ごしやすい。めっちゃできたできた。さあ食べよう。これ熱さやな。いけるかな。あれちゃい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 。やばいぞ。ひっくり返ったらやばいぞ。よし。いただきます。わ。いただきます。うん。間違いない。3週間ぐらい動画を公開しなかったんですけど、ちょっと10月末に風邪をひいてしまって、風邪かコロナかちょっとわからないんですけど、せっかくいい時期やのにキャンプに行けずで、でももうすっかり元気やし、でもこれから急に寒いからほんまにちょっと気をつけなあかんなと思ってます。ごちそうさまでした。うわ、なんかいっぱい入ってきたな。もういいかな。熱っ。濁り酒、めっちゃ温まる。行くのはそこまで多分寒くないと思うんだけど、これ多分脱ぐと思う。よし、明日なんか昼過ぎぐらいが雨降るみたいなんで、朝は多分曇ってるんじゃないかなって。ではおやすみなさい。
ず。喉まで下がったみたい。サビサビサビ。昨日雨降ったんかなっていうぐらい濡れてる。雨降ったんかな。薪部屋の中に入れて寝ました。だからまだまし、そう、湿度。6度ぐらい。寒いな。お湯を沸かそう。このぐらいかな。このぐらい。ご飯を茶漬けで、これをここにこうやって穴を開けて、ここにも空気口がある。すごいな。これをここに置いて、ポークビッツ最近ちょっとポークビッツにハマり気味。感じ。これどんな感じやろ。あんまり沸いてないけど、あったかくなってきた。美味しそう。いただきます。うん、美味しい。お茶漬けを食べる入れ物がなかった。なんか考えてなかったな。抜けよう。これをもっとちゃんと沸かそう。
茶を入れよう。車内からここにご飯を入れて食べるしかない。とっていうかまだやな、全然。もういいや、冬にどうせ入れるし、残しても仕方はない。いただきます。おいしそう。うん、久しぶりのお茶漬け、おいしい。最後のでかいやつ入れよう。もうあと1時間でバス来るから、急いで片付けな。18度。あ、食べんかった、そういえば。家で食べよう。いた。めちゃめちゃ開放的。なんかもうダウン1枚じゃ寒かったですね。何狙ってんね、魚かな。綺麗なチタンブル。オッケー。よし。綺麗に灰になりました。
そう、ぴったり。煙突入れて、ダイロープ入れて、これとか入れる。手袋。よし。あと15分で片付けたな。よし。よし。でもこの収納袋は結構大きめで余裕が入る。あるから入りやすい。ああ、残念なお知らせ。間に合わないバス。10時42分のバスに間に合う。今10時33分やから。じゃあ次いつある？次が12時ですね。温泉入って帰るか。温泉行こうかな思ったら、温泉が3時からしかやってないっていうことで。アイス食べる、アイス、そうしよう。いちごアイス。うん、あ、おいしい。これおいしい。紅葉見ながらちょっと進んでいこうかな。もうみんな帰ったな。ほんまに誰もおらんくなった。捕まえないよ、食べないよ。カモとか、カモとか食べないよ。カモなんかしないよ。
物重いけど街歩きめっちゃ楽しい。いやこのまま駅まで歩いてしまいそう。40分、結構歩いた。そうなんですよ、ちょっとここまで歩いてきたんです。はい、やった、ありがとうございます。お邪魔します。ゲートだよね、私の車は。かっこいいですね、めっちゃ。何がかっこいい。いやいやいや、ハウスでイチゴやらとか。イチゴされてるんですか。はい。マキストーブ持ってて向こうで泊まってきた。あ、そうなんです。いや、ほんまにありがとうございます。はい。はい、じゃあちょっと荷物取ります。どうもありがとうございます。いやー。マイバーでいい。送ってもらったおかげで前原までちょっとだけ早めの電車に乗れる。